もうそこの交差点と仮定して、うん、じゃんけんしとこうか。はい。左折だったらこのまま出るし。はい。最初はグー、うん、じゃんけんパー。ただそこ、そこ行けんて。あいこにしよう。あいこでグー。ってことは右折また元に戻ってくのか。鈴鹿をぐるぐるっと回る旅になりそうな気がする。せめて世界出てえな。ここだってまあまあ左折したら左折したであるか。うん、でも右折するとなんもないけどな。もう右折できないし。ここ越えたらサーキットの方に行くわでもあるでしょ。うん、さあ見どころはないぞ今のところ。近況報告もぶち切れぶち切れやってるからどこまで話したかわからんし、もう、うん、言うて結構頭使うからな。動画の進行のこともありやし、その運転的な進行を考えながらトークの進行を考えながら。この先の方が行こうかな。ここら辺も、あ、前は走ってねえか。前はもうちょい手前のところでぐるぐるしとったよもんな。亀山のことはあれあれ。じゃあここ次。そう。最初はグー、じゃんけんグー。まっすぐかな。つまり行けるかな。まあ、この先だと。いや、じゃんけんしないからさ。バイパスの手前になんかあるよな。ゴミ処理センターとか、味噌なのなんか、ここ水の方を向いてるから、さっきと向いてるから。ああ。そうだ。まあ、左は避けたいわね。避けたいね。左は避けたいね。じゃあ私勝っちゃダメだね。負けるよりまあ先手相手にしたいからね。そうだね。よし、負けるぞ。まだの作り合いだね。相手か負けるぞ。負けてくれよ。俺勝つかな。頼むぞ。ないと、ただの鈴鹿の市街地をぐるぐる回って、雑談しただけで終わるぞ。このあれこの辺りあれあれグラウンドあるのこの辺りだっけ？スポーツガーデンは。もう過ぎたかな。あ、もう過ぎたよ。手前を右に曲がると。そうだそうだそうだ。うん、なんかあれもだいぶ一騒動やっとったもんな。新スタジアム建設で。さあ、ここか、あの先のところやな。あの旧サンクスの交差点のところやな。はい。はいはい、最初はグー、じゃんけんグー。よっしゃ、勝った。よし。まともな方に行けるぞ。クソ、買ってやろうと思ったのに。よしよし。やっと展開ができるストーリーに。ここのところもね、あれすごいよ。昔サンクスやった時代とかにちょうど
でファイン感謝しとるときに行き合って寄ったら、やっぱもうレース好きの人がバーッと集まって、カタログとかもあってね、で、あの、そのレース鈴鹿サーキットその見に来た人向けのカタログみたいなのなんか置いてあったりして、すげえなーって。まあ、鈴鹿サーキットからやと、あそこか、あっち側の方、反対側の方が、やもんな、うん。まず、最寄りでパッと思い浮かぶとか。次は、でかい交差点、どこがあったっけ？あそこでかい交差点っていうのかな？そこか。まあ、やっと。左に曲がる道はある。ここはやっといてもいいか、まあ、どっち行ってもいいね、今方角的にはね、うん、よし、じゃあ最初はグー、じゃんけん、チョキ、うん、まあまあ、バイパスに出るかもしれんし、そうだね、うん、あ、ここまで線のまんまなんや、うん、あ、そうか、あの、合併したらだいぶなくなった、うん、確かにこのシェルマークはもうミングだったね、これ向かうことになるんだろうな、本当に。だからね、今のところさあ、次のこれよ、ここだよ、ここだね、俺、頑張って勝つからな、はい、最初はグー、じゃんけん、パー、よしよし、はい、空気読みますよ、よしこれで、バイパスに乗るから、いわゆる、高速モードだね、入りますと、まあ、ワンの時にね、説明をしとったところやけど、まあ、たぶん概要欄の説明にも入ってると思うんだけど、まあ、こういったところに入った時はね、基本的には、あの、インターみたいな構造のところは、ナーバウンドって言ったらいいか、あの構造のところは、アイコかうちが勝ったらそのまま直進と、はいはい、で、キッシーさん助手席の人が勝ったら、降りるよっていうようなルールで、あ、了解、マニアとかの同じような感じで、うわー、なんか取るー、これすげえもんな、結構持ってかれるわ、被災間ぐらいまで来たよね、このまま、いや、ここのランプやっとくか、最初はグー、じゃんけんグー、よしよしよし、あいこでもまっすぐ、うん、勝ったらまっすぐってことで、まあ、なかなかね、あの、抜け出せんようにね、まあ、言うても3分の1はでかいからね、いい塩梅だと思う、いい塩梅でしょ、うん、やっぱ便利よ、よし、ついに入った、よし、あー、ちょっと展開ができたね、いやー、いいじゃないですか、すごいいいね、あ、でも津の方面向かうときちょっと気をつけなあかんよな、今日まさかが確かシティマラソンだよね、うん、まさかに行くとちょっと交通困難が予測されるんで、まあでも昼過ぎたらまだ過ぎてないか、うん、そうです、午前中は多分今ちょうどスタートしてってぐらいやろ、あ、そんな結構遅いんだ、分かんないけど、うん、まあ大体ある程度のイベントやったらそれぐらいちゃう、なんか8時ぐらいにも始めて午前中には終わるって言ってたから、駅伝とかやったらそれぐらいからやるけどさ、うん、どうかな、そしたら道の駅ありますな、まあまた
トイレとかあったら言って、あのじゃんけん関係なく、さすがに、またこれもね、じゃんけんでね、決まってないのにトイレに寄るなんてどうなんやとかって、なんでも戦いられたらキリがないんでね、戦えてもいいやってところは、そのままやるんで、うちは。この交差点一応やっとくか。嫌なんだよな。嫌な予感がするよな。やると最初はグー、じゃんけん、チョキ。あ、よかったね。よかったか。よかったか。あれこれ曲がってなんかあった。あ、そっか曲がるんだ。すか普通の信号は曲がるんだ。そう、ここ普通の信号だからさ。はい。右折になるだろう。ああ306だろう、だって、はい、どうする、このまま暗かけの通りまで行ってしまったら。いや、そこまで行ったら行ったで大成功だ今通行止めなのけどね。ああ、そうだ。